流儀ですね。今回は人生に打ち勝つ方法にしましょうか。人生に打ち勝つ方法。これ人生っつうのはね、大変ですね。もう生きるだけで大変ですよね。毎日飯食わないといけないし、しょんべんしないといけないし、クソしないといけないし、空気吸わないといけないし、めんどくさいこと多いし、ね、寝ないといけないし。まあでもね、人生において一番幸せってね、寝ることだと僕は思いますね。多分。おそらく。やっぱね、疲れ果てて、布団に入った時、まあ僕のお客さんでね、すごい名言を吐いた人がいて、僕好きな言葉があって、布団は裏切らないっていうね。ああ、みたいな。寝てる時って結構何も考えなくてもいいし、で、布団に入って、ああ、あったけ、疲れた、わーい、みたいな。あったかい、うわーみたいな、あれ良くないですか。多分あれが一番いいんじゃないですかね。だけど、まあ生きてるとね、ずっと寝てるわけにもいかないわけじゃないですか。辛いこともありますよね。で、それをどうやってね、勝ってって、まあ前に進めればいいのかっていう話なんですけど、まあそれはね、みんなその、大きいことを乗り越えようとするんですよ。で、大きいことを乗り越えないといけないこともあるんですよ、もちろん。だけど、この大きいことを乗り越えるためには、準備が必要なんですよ。だから人生に打ち勝つためには、勝つ準備が必要ということです。準備なくして、その大きいと無理じゃないですか。例えば、まあちょっと、例え話が悪いかもしれないですけど、飛び箱あるじゃないですか。で、飛び箱で例えば、20段飛ぶとするじゃないですか。じゃあ20段を踏み台なしで飛ぶのって結構きつないですか。でも、20段は踏み台あれば飛べるかもしれないじゃないですか。10段でもいいですよ。まあ、20段だったらちょっときついかもしれないですけど、まあ、ヒカキンさんが何かやってたような気がするんですけど、まあ、6段飛べる人からするで、6段飛べるんだったら、多分飛び台あれば10段飛べると思うんですよ。で、その飛び台を準備してるかどうかじゃないですか。でも飛び台なしでね、飛び台なしで自力で10段飛ぶとかきつないですか。でも飛び台あったら結構楽にいけると思いません？飛び箱ビヨーンみたいな。あるじゃないですか。あれ体育の時間とかね、こう用意してたでしょ。で、あれをちゃんとね、飛び箱の前にちゃんと準備しておけるかどうかなんですよ。だから、これを やらずして大きい壁が来た時に、ああ、きついなってなるんですよ。だから、日頃から、ちっちゃい、準備をしていくってことですね。今後の人生にとって、例えば僕の場合だったら、何か、どういう準備をしてるかっていうと、まあ、準備という言い方が適正ではないですけど、その将来、まあ、絶対あった方がいいなっていう、なんだ、まあ、YouTube の赤版食らわなければこれずっと残るわけじゃないですか、ね、だから将来何かあった時に、ね、このプラットフォームがあって集客できるプラットフォームがあるので、何かあった時また商品売れるし、でも何もプラットフォームがないのにいきなり商品作っても売れないですよね、お客さんいないんだから。でも常に準備しとく。常にだから日々ね、こう動画を撮ってね、日々準備しとく。いつでも売れる状態にしとく。わかります？だこれが大事ですよ。だから日々の準備。だからいつでも、まあ、ビジネス的に言うならば、セールスしていなくても、セールスする前の準備をお客さんとの関係性だったりとか、フリーコンテンツだったりとか、しっかり日々やって準備しとく。いつでも売っても売れる状態を作っとくっていうことですね。だからその人生においてもそうですよ。ここが乗り越えられない理由っていうのは、その準備がないからいきなり来たら乗り越えられないでしょ。だけど、ちっちゃいなんかいろんなことを乗り越えてたら、ああ、昔あんなことも乗り越えたから今度も乗り越えられるぞって話じゃないですか。でも一度も乗り越えてない人はね、ちっちゃいことも乗り越えてない人はこんな来たらね、ああ、私にはってなっちゃうわけじゃないですか。でも何度も乗り越えてたら、あ、これぐらいだったらいけそうかなってなるじゃないですか。ね。一段も飛び箱飛んでない人はね、いきなり10段飛べてたらそれは無理ですよ。だけど、1段飛んで、2段飛んで、3段飛んで、4段飛んでね、5段飛んで、まだ6段は、なんだ、飛んだこと、まだ挑戦したことないけど、飛べそうじゃないですか。どうですか。5段飛べたから、6段飛べんじゃねってなりません？どうですか。体育の授業そうだったと思うんですよね。1段2段みたいな。いや、3段飛べたから4段みたいなね。まあ、ちょっとなんかこう、ちょっと上がるだけでちょっと結構精神的に圧迫がどんどん増えていくんですけど、ただし5段を飛べたら6段飛べんじゃねってなるじゃないですか。でも1段しか飛べなかったら、まだ1段しかやってなかったらいきなり6段ってきついだろうし。だから日々のやっぱ
準備ですね。うん、だ毎日5段飛んでたら6段は挑戦しやすいよね、飛びやすいよねって話です。毎日5段飛んでたらどうすか。毎日5段ルーティーンで飛んでて、じゃあ今日は6段ねって言われた時に、え、6段ですか、飛べませんってならないじゃないですか多分。だけどいきなり1段も飛んでないのにいきなり6段飛べって言ったら怖いですってなるでしょ。毎日5段飛んでればね多分いけますよね。どうすかね。まあ、そういうことです、はい。だから人生に打ち勝つ方法っていうのは日々毎日飛べということですね。練習しとけと、準備しとけということでございます。いってらっしゃい。